皆さんこんにちは。三輪エリカの話をしましょう、私の中学高校受験の話です。中学生の頃やっと英語と音楽に魅了され始めた私ですが、まだまだ人間関係とか友達とかいなくて、とても一人ぽっちな人間生活を送っていました。まあ英語と音楽すごく好きだったんですよ。で、高校受験勉強全然しませんでした。私の母は怒って願書を全部破り捨ててしまうし、まあ、入学金払っ受験料払ってたわけじゃないので願書をもう一回買ってくればよかったんでしょうけど、私は、ああママ怒ってんだみたいな感じで全然平気、もう本当重大性とか全然分かってなくて、重要性とか。そして、大学受験は都立高校をとそれから超難関私立を1校受けるだけしか許されなかったわけなんですね。超難関私立はもちろん落ちています。で、都立高校は当時私のいた頃っていうのは軍制で、私は74軍というのを受けたんですけど、そこには武蔵高校と三鷹高校っていうのがあって、受験生は自動的にどっちかにもう適当に振り分けられる感じだったんですね。合格発表見に行きました。名前がありませんでした。落ちました。はい、全部きれいに落ちました。そして、高校浪人か定時制かっていう分かれ目にいたわけなんですね。でも私の中学校の担任の先生がとりあえず補欠発表まで待ちましょうみたいな感じだったので待ちました。だから中学校の卒業式を私覚えてないんですよ。卒業式終わった後補欠発表だったんで、中学校の卒業式全然覚えてない。何があったんだろう。で、高校の補欠発表見に行きました。三鷹高校の方は番号がダーって出てて、あ、ここならと思いました。補欠合格っていうのは番号順じゃないんですよ。成績順なんですね。だから、まあ、入るかなと思ったらありませんでした。そして武蔵高校の方は遠目から見ても8人しか名前が出てないのが分かって、で、これは無理だろうなって思ったら7番目に私の番号がありました。そう、はい、私は74軍の中で下から2番目の成績でなんとか武蔵高校に入れていただいたわけなんですね。はい、ありがとうございます。こんな私が今こんな風になって、話をしています。ここはロンドンです。はい、次回は私の高校生時代から大学受験にかけての話をしたいと思います。では、Brighten up your presence. Bye.